ニハオ、カムサンミダー、レナさんだよ。増山レナの地球は一つ。今日はアジア特集です。こちらじゃーん。 This is artwork with イヘミソン Korean artist and レナ増山 collaboration work. These days Japan and Korea and China is a little bit fighting with each other, but we loveAsia. この絵は日の丸やそして韓国の言葉が入った古い言葉漢字が入った絵をミックスしていて、私たちなんだか似た歴史を学んでるようで違う歴史だけど、でも同じ地球の上にいるよねみたいな気持ちで、イ・ヘイ・ミンソン韓国のアーティストとコラボレーションで作ったワークだよ。私たち在日韓国人の方も日本にたくさんいるんだけど、なかなかそういうことを理解し合えてない状況があると思います。で、そんな状況の中、この間安倍首相が、ヘイトスピーチがいっぱい書いてある保守速報っていうサイトを Facebook でシェアしたことが問題になってます。で、これ保守速報を見ると結構、ヘイトスピーチがいっぱいあって大嫌いだみたいな、お互いの国を批判し合うような内容があるんだけれど、こういうことを一つの国の首相がシェアするっていうのはすごく問題だと思います。もちろん小学4年生だっていうことを偽って、大学生がサイトを作ったのは問題だと思うけど、それ以上に安倍首相が一つの国を批判するような内容をそのままシェアするっていうのは、問題があると思います。で、こういう作戦っていうのは世界中いろんな戦争が起こっている時に行われてきたことなんだよね。例えばイラクでは今スンニとシーアがすごく戦い合って、イスラム国も出てきて大変な状況になってるけど、もともとはそういう民族間対立ってほとんどなかったんだよね。それを戦争が起きる、イラク戦争が起きた後に民族間対立を、クローズアップさせたりヒートアップさせるような動きがあって、戦いが続いてる。ドイツでナチス政権が台頭してきた時もそうだよね。どっちの国が、偉い民族かっていうようなことで、ユダヤ人とドイツ人が戦い合って国中でヘイトスピーチが起こってた。こういうことが今日本で国策として進められようとしていることだと思うんだよね。こんな手に乗るかっていうことで、今日は、在特会と保守速報を、告訴しているある女性との対談をお知らせします。リー・シネさん。リーさんは、在日韓国人のライターの方です。で、リーさんは在特会のヘイトスピーチを訴えたりしてるんだけど、この在特会というグループが訴えてる在日特権っていうこと、ちょっと在日韓国人の人たち、日本人大変なのにお前らだけずるくないみたいなことを言ってるんだけど、これらが全部嘘だよっていうことを言ってました。例えば、永住権を持っている。だって、おばあちゃん、おじいちゃんの世代から日本にいて、永住権を持ってない方がおかしいよね。例えば、朝鮮学校への助成金がある。これって、どの学校でも国からの補助を受けれるのは当たり前だよね。子供たち、どの子供たちだってきちんとした教育受けてほしいよね。で、都内の方では、防犯ブザーが朝鮮学校だけに配られなかったことがあったり、福島では朝鮮学校だけ除染が進まなかったということもあったそうなんだよ。で、また生活保護を受給しやすいっていうのも、これも嘘なんですね。というのは、そんなに受けやすい特権があるということではないということ。また年間600万円もらえるっていうのは、こんなの完全にデマなんだよね。そういう事例はないとリーさん言ってました。また、通名によって銀行通帳がたくさん作れるっていうような批判もあるようだけど、これは、昔そういう事例があったそうだけど、今は銀行通帳を作るのは、そんなに簡単なことではなくて、身分証が必要なわけで、なので在日の方だけ特別に作れるというわけではないんだよね。で、一方、私たち全然知らなかったんだけれども、
在日の方々が日本に住んでらっしゃるのに、日本人に比べて大変なことってすごくたくさんあります。例えば、健康保険が70年代までなかった。病気になったらそのまま 10%、100%、10割の金額を70年代ぐらいまで払わなきゃいけなかった。ということが過去ありました。で、家を借りられない。これは今もあるそうで、Dさんも東京で賃貸を探した時になかなか見つからなくて、最後ウィークリーマンションしかなかったっていうことだったんですよ。これってすっごく大変だよね。で、また就職がその通名、Dさんっていう通名ではない本名の方を書いたらなかなか就職が見つからなかったというハンディがあるんだよね。またパスポートを取るのが大変で、Dさんの場合も、いろんな資料、お父さんやお母さんの資料も出して30万円ぐらいかかったと。私たち日本人は、パスポート取るの1万円ぐらいでできちゃうよね。ハンディが在日の方が抱えていたんだっていうことを恥ずかしながら、私きちんとお話を聞くまで知りませんでした。本当にごめんなさい。私たち単に批判し合ってヘイトスピーチをするだけじゃなくて、お互いの立場をきちんと理解し合えるような、そんな大人な、交流を韓国の方、中国の方ともこれからしていきたいと思います。じゃあリーさんのお話ぜひ聞いてください。よろしくね。なんか生活保護の人をすごい叩く風潮も今あるじゃないですか。なんかあれも貧しさを押し付けられてるっていうか、なんかもっと困れもっと困れ、貧すれば窮するというか、貧乏人がさらに貧乏人を叩くというか、すごく精神が貧しくなってる感じがするんですよね。の日本と韓国の国の問題っていうこともあると思うんですけど、こんなに日本での話題に、特権っていう言葉が話題になったり、在日の方をいじめたりする風潮があるっていうことの根っこに、こう貧しさを作ってこう奴隷にしようとする何か大きな流れがあるような気がする。だってリーさんもおっしゃってたけど、在日米軍の方が特権あるわけじゃないですか。思いやり予算もらえる、電気代もただ、家賃もただ、電気つけっぱなしみたいですから、ただだから。こうそういう特権が実際にあって、基地の中でも外でも女性レイプしても逮捕されないで、犯罪を犯したら母国に返してくれる、これ以上の特権ないわけじゃないですか。それが目の前にあるのにそっちには行かず、なぜかこう経済的に苦しく、いろんなファミリーの問題が複雑で大変な思いをしてきた人をいじめるっていうのは順番が違うな。すいません、暑くなって、はい、まあその通りだと思うんですけど、でまあそういう、構造に乗っかってるっていうか、まあ私はまあそのされる側なのでどう答えていいのかよくわかんないんですけど、まあそういう仕組みに乗っからないようにマジョリティの人が頑張ってくれたらいいんじゃないかなと思ってます。仕組みに乗っからないようにというのはどういうことですか？まあ、今はターゲットを作り出して、まあ、なんていうかガス抜きをさせられているような時代だと思うんです。まあ、そのほら経済的にも行き詰まったりとかするときに、排外主義っていうのはなんかこう勢いを増すっていうのはもうどこの国でも一緒なん でそれのなんか時に、まあ、言うたら在日であったり、まあ、生活保護受給者であったり、その社会的な弱者を叩けば叩くほど、なんかああいう風にはなりたくないっていうようなか感じでこう、なんていうんですかね、もっと下がいるよみたいな感じで、社会がどん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 貧しくなっているのは、まあその、まあ、戦争に生かしたりとか国のシステムが崩壊しかけかってるからだと思うんです。何が言いたいのかわからなくなってきたけど、 でも結局なんか私らって声を上げたら叩かれる、声を上げることもできないような状況が続いてるわけじゃないですか。社会的な弱者の声って、私も別のマイノリティの声とかなかなか聞けないし。私らというのは今、その私らというのは在日の方という意味ですか？はい。だからまあそのネットで声を上げたら叩かれて嫌がらせをされる。なのでまあなんかこう、今まで私たち の、まあ、1世2世とかが勝ち取ってきたっていうか、社会的な権利を
もう、ね、平等にするためにこういろいろ戦いを行って、あの先ほどのなんか言ってはったみたいに、あの健康保険証でも年金でも加入できるようになったりとかしてきたことが、まるで特権やみたいな感じで言うっていうのは、なんていうんですかね、何が言いたいのか分からなくなってきた。そしてあともう一つ思ったのは、李さんは今原告団を作っているわけではなくて、ご自身がこう前に出て戦ってらっしゃるんですけど、それは李さん一人のためじゃなくて、本当に今呼ばれたっておっしゃってましたけれども、いろいろ声に出せない思いで亡くなっていたいろんな方、亡くなる前に今生きてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、いろんな方の思いを背負ってこう戦ってらっしゃるのかなと、なんだか思いました。あんま大したことやってないんです。いや大したことやってますよ。なんか今までやっぱりあのすごい裁判を支援というか傍聴に代表の人らに行ってきたので、あの、まあ、その人らがあの戦ってきた道がちゃんとできてるので、それになんか乗っかってるっていうか、言ったらもうほんまに真相になんか今まですごい戦い方をしてきた人やから、まあ道をちゃんと作ってもらってるから、ちょっと楽をできてる面もあるかなと思ったりもしてます。はい、そういう状況あったんだけどね、あのやはりその B さんとしてはね、日本人に例えばそのヘイトスピーチに関してね、その何かやってほしいと、何か希望あります？何をしてほしいか。まずあのカウンターがあるときは駆けつけてほしいっていうのと、あと何やろ、まあ、住民の条例を作ろうっていう運動をしてるんですけど、まあ、それは生野区なんですけど、そういう勉強会があったら来てほしいとか、あと私たちは選挙権がないので、ね、ヘイトスピーチをあの支えるような発言をしてる政治家を、なんか選んでるのは日本人の日本国籍持った投票権ある人たちなので、ちゃんと選挙に行って正しい政治をしてくれる、その差別を土台にした政治を行わない人を選んでほしいなと思います。あとは、まあ今日はなんかちょっと難しい話ばっかりだったんですけど、在日の人と、まあ、他の外国人でも出会って楽しくお酒でも飲む機会を増やしていただけたらなと思います。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。大丈夫じゃないかなと思って。今度李さんの本も出版されるんですね。はい、買ってください。どんな内容なんですか？大きく分けて4つなんですけど、タイトルがハッシュタグシャープにあの鶴橋アンニョンって鶴橋アンネって書くんですけど、内容はここ2年間の反差別のカウンター活動、まあ新大久保から鶴橋からあちこちずっと回ってきたあのことについてと、まあ、自分の裁判に至るまでの話を書いているのと、あと、朝鮮学校襲撃事件、京都の傍聴に行っていたので、それのまつわること、あと鍵処方っていうところが出るんですけど、来年の1月に。なんで日本でこんなヘイトスピーチが今、大きくなってるのかっていうことは、私はそのヘイトスピーチの問題っていうか、ヘイトスピーチって昨日今日始まった話じゃなくて、やっぱり団地がもう日本に来た100年前からそんなもの生まれてて、91年前には関東大震災があった時にもうすでに朝鮮人は虐殺されてるわけじゃないですか。だからすごいそので、その一方でそのもう100年ぐらいの在日の歴史があるのに、日本人のネット業の人っていうのは在日のこと何も知らない、なんか昨日今日湧いてきたボウフラみたいに思っていて、で急に現れたモンスターが私たちの何かを食い破っていくみたいな風に思ってるので、なので100年前から書こうと思って、まあ、自分の祖父母のことから延々書きました。はい、なので先ほど話した、まあ、民族学校の、まあ、民族学級のこととか本名宣言、まあ、本名に変えたこととかも書いてますし、はい、でうちの主にが
ややこしい人生やったので、あの思いの人生についてを書きました。はい、だから、朝鮮戦争とか、吹田事件というのが大阪であったりとか、阪神教育闘争とか、そういった在日の1世2世の戦いみたいなことも書いたりしてます。はいはい、タイトルは何でしたっけ。ハッシュタグで鶴橋杏仁を、鶴橋杏仁も発売されるんですか。来年の1月なんですけど、はい、このタイトルの意味は、去年、今年 の、 あの4月、4月 と、1月、8月かな、何回かにわたって、在特会の在特会系 の、 あの川東という人が、あの鶴橋で凱旋を、差別凱旋を行うという報告をしたんです。で、警察が許可を出したのが朝の9時から夜の8時まで1週間出して、いつその現れるかわからない、あのその差別の声を聞かせてはいけないと思っているカウンターの人が毎日毎日鶴橋に入れ替わり立ち替わり何十人も行ったんです。で、そのたびにツイッターでこのハッシュタグを流して、今このハッシュタグが流れた時は凱旋は起こってない、鶴橋は大丈夫、アンニョンっていうのは、まあ、姉橋三河のこんにちはの意味もあるんですけど、アンネっていうか安らかだっていう意味もあるので、その時のことも書いてるので、でその言葉は在日のカウンターに参加してる男の子がポンとつぶやる言葉がそのハッシュタグになって今の状況を示す言葉になったんですけど、すごいこれをもうこれタイトルしようと思って決めて、はい、なるほど、ぜひ私も読ませていただこうと思います。1700円、1700円、どちらの出版社からですか。影書房というところで、はい、わかりました。タイトルはカウンターにも参加してる妹分というか友人に書いてもらったんですけど、タイトル、すごい表紙の絵も素敵なのでぜひ見てください。今その100年の歴史を書こうということをおっしゃってたんですけど、今起こっていることが関東大震災の後に井戸の中に朝鮮人が毒を入れたっていうデマがわーって流れたりとか、でその後戦争が始まっていったっていう流れとなんだか似てて嫌だなと思いましたじゃないかなと思うんですけど、うん、実際にその就職先の、はい、就職先の就職活動をしている時になかなか仕事が見つからなかったりっていうことも多いんですか。私はもうなんかずっと記者をやってるので、フリーでやってた時もあったので、その就職活動らしい就職活動はしたことはないんですけど、高校の時にたまたま4人ぐらいでアルバイトの募集があったので、アルバイト運輸会社に冬休みとか配送のバイトに、配送というか仕分けとかのバイトに応募書類を出して、4人とも在日で、日本名、民族名を書いた私だけ落ちた。で、まあ態度が悪かったからヤンキーみたいだから落ちたのかもしれないけど、みんな周りもヤンキーみたいだったし、私はなんかね、ヤンキーじゃなかったし、なんか何で私だけ落ちるのかなと思って、嫌やなと思ったけど、まあなんか、まあ、それは社会なのかなとか思って、うん、まあその何て言うかな、嫌なことが差別があっても努力したら乗り越えられると思っちゃうんですよ。なんか例えば差別されて、ほんなら会社とかに入らなくて見返したろうって頑張ったりもするし、でもなんかその努力を強いられる社会っておかしいじゃないですか。スタートラインが違う社会とか、だから今でもそういう差別はあるし、やっぱりこの前裁判がちょっと控訴審で最高裁で あれやったんですけど、キーマンさんって方が就職仕事をしようと思ったら金やったら、まあ、ちょっとそれは誤解やったんですけど、金やったらいろいろ書類上の外国人ってそういうことが分かってしまうと書類で手続きがややこしくなるから日本名で行ってくれっていうの で自分は日本名で行きたくないけれども仕事の方でそういう強要されたっていうことを争った裁判もありました あったので、だから就職するにやっぱりその外国人ということでなんか
いろいろ差別は残ってたりもします。でなんかあと差別って分かりやすいこうほら朝鮮人分かってなんかこう差別用語をぶつけるんじゃなくて、病院に初めて行ったりするところとか、まあ、服屋さんとかにメンバーズカードを作るときに名前を書くとね、はい、日本語うまいですねって言われる。なら、いや私はずっと日本で生まれました。なら、え、ほんならお父さんとお母さんが来はったんですかみたいな感じで聞かれて、なんかこの在日のことを知らない人ってすごい多いねんなと思って、まあ、大阪の人だったらこうピンとくるじゃないですか、名前から言って、ね、あこれ在日やとかいうのが結構ピンとくる人も多いんですよ。だからあえて何も聞かなかったりするんですけど、だからそういうのもあるので、まあ、さっきの最初 の入居差別もそうなんですけど、だからなんでダメなんですか外国人って言ったら、言葉がわからないから。私ら言葉分かってるじゃないですか、何年も住んでるので。だから在日っていうことがもうその名字だけ見ただけでわからない、新しく来た人だと思うし、だからやっぱり受験とかでも近代に入る前に授業が終わっちゃうじゃないですか。わざと教えたくないから教えてないのかどっちかわかんないんですけど、だからちゃんとそういうような歴史的な経緯をもっと知っていていただけたらいいなと思って。でなんか声を上げないと聞いてくれないし、なんかいつも私らが説明させられるのはしんどいんですけど、私はなんかまあ、説明できる範囲ではいっぱいしていて知ってほしいので振るので、まあ、知られたことをまたどこかで広げていただけたらなと思います。わかりました。はい、私、リーシネさんと今日お話しさせていただいて、この活動の一端を教えていただいて、なんだか今日は表現者としての姿をこう教えられるというか、なんかそんな気持ちになりました。多分これはこう放送してるから私絵描く言ってるだけだと思うんですけど、絵描く言わないでない、もうやってらっしゃる行動そのもののことですし、なんか行く意だけはあるので、なんかやってるだけで、あまりなんか物考えてないんですよ。なんか体先動いてるみたいな感じで、だからチャンネル作業なんでたんですかって聞かれても、いやなんか分からんけど出たみたいな感じで、今も裁判やってるけど、なんかこうなんで裁判に行かれたこう経緯はみたいな、提出されたことって言われたら、まあ、徐々だっては言えるんですけど、なんか、まあ、その真ん中におるから何が何か分からないみたいな感じで、いつもなんかやった後になんかやっちゃったみたいな感じで、なんかまだ分かってないんですけど、なんか運命みたいなものがあるんやったら、そのなんかね、いっぱい試練を与えてもらって、それは物を書く人としてラッキーやし、みんなネタ探して生きてるのに物を書く人は、私なんかめっちゃ生きてるだけでネタだらけでめっちゃ美味しいわとさっきの芸能人の話にふと思っとるんですけど、ひょっとしてって私 の考えなんですけど、そうやって子供の時から名前を2つあって、それを選ばなきゃいけないっていうことがあったり、何かこう生きてるだけで考えなきゃいけないことがいっぱいある状況っていう、いろんな視野を持つきっかけがあったり、生きるバランス感覚を整えな、こう磨かなと生きれなかったりみたいな、そういうことがものを作るということにこうつながってくるのかなということをちょっと思いました。なのでひょっとしてこう在日の方が芸能界に多いと言われる、芸事に多いというのもそういう背景があるんじゃないのかなとちょっと思いました。はい、はい、私も芸を磨きます。本読ませていただきます。そして今日 のタイトルになったヘイトスピーチのない世界を作ろうということなんですけど、どういうふうにすればヘイトスピーチのない世界を作れるとリーシさんは思いますか？なんかまあ出会いと教育が一番大事やなっていうことをよく言うんですけど、まあ在日にまあね、ご飯屋さんで出会っただけでは出会ったことにならないと思ってるんですよ。お互いのことをなんか理解を深めるっていうのがちゃんと出会ったことで、まあネットでね、私に絡んでくる人は出会ってるわけじゃなくて、ただにぶつかっただけみたいな感じなので、
なんかしっかりこう出会うために私は何ができるのかなっていうふうにいつも思っていて、で例えば今外国人の子どもの学習支援に行ったりとかしてるんですけど、あの地、ある地域の子どもとかなら、やっぱりそういう子どもたちに関わっていけば、ちっちゃい時から外国人と関わってる子どもは勉強してくれたおばちゃんが来日やったら、大人の時にそういう第二特権のデマに出会った時に、なんか勉強してくれたおばちゃんこんなんちゃうかったとか分かるじゃないですか。ご飯食べさせてくれたおばちゃん在日やけどこんな特権持ってなかったとかいうことも分かるし、多分差別もしないと思うんです。でそういうふうな、なんか理解を深めることが、そのなんか、なんていうかな、差別へのワクチンがあったりする、発症してからだと遅いので、ワクチン、うん、それもパクリなんですけど、2017年の時に同志社大学で行われたシンポジウムの時に、関西学院大学の金明洋教授がそういうワクチンにならなければいけないみたいなことを話していたので、そのことがもう、まあ、本人の中にも紹介してるんですけど、だからね、教育っていうのもやっぱりその、ね、歴史のことを学んだりとか童話教育っていうのもワクチンになると思うので、あとは そんな感じですね。あとは一人一人が目の前で起こってることを他人事やと思わないっていうか、見て見ぬふりをしないっていうことが大事なんじゃないかなと思います。まあ、自分の問題にするっていうのはすごいなんか難しいことやと思うんですけど、傍観者にならないこと、目の前で起こっていることにちゃんと向き合うことが必要かなと思っています。はい、はい、ありがとうございました。今週の地球の恵み、今日の地球の恵みはこの牛糞の使い方です。有機肥料で冬の間の土作りをしようということで、今日は牛糞を田んぼに、混ぜているということです。でこんな感じで、ティラミスをね思い出してほしいんですけど、こうティラミスでココアパウダーを巻くように均等に巻いていきます。で全体を巻き終わったらトラクターでやるんですけど、この牛糞と田んぼには、すごく深い関係があります。というのも昔は藁を農家の人たちは酪農家の人たちに、藁を作った後に分けて、で、牛はその藁をベッドにして寝てたんですね。でその藁のベッドで寝てた牛の牛糞はすごくいいと言われていて、で牛糞をこのように田んぼに混ぜるとまた来年の秋に素晴らしい藁ができると。まんじゅうそいでも後戻りは